一度こういう衣装着てみたかったんだよね。子供の夢って感じじゃない？こっちこそ誘ってくれてありがとう。いや、君の言ってた通りすっごい勉強になったよ。今後のライブにバンバン生かさなきゃ。みんなか。あ、うん、なんでもない。なんかいろいろ刺激受けちゃったから、アイさんすぐにでもライブしたい気分だな。さすが、君ってアイさんのこと何でも分かってる。え、アイさんも研究のためにもう一回見たい。やっぱそうなるか。君のそういうところ好きだけど、そうじゃなーいってなるんだよね。やっぱちゃんと言わないと伝わらないよね。今日はね、本当に本当に楽しかったんだよ。だって君と二人でいられたから。みんなと一緒も楽しいけど、私、もっと、君と二人きりの時間を過ごしたい。だから、次も、この映画は、二人で行けたら、嬉しいな。わかった？やったー！絶対だからね！他の子誘ったら、罰ゲームだぞ。楽しみだな。でも映画の前にライブの打ち合わせもしなくちゃね。君とやりたいことがたくさんあって、ほんと困っちゃう。あれれ、君顔が赤くなってるけど、どうしちゃったの？もしかしてアイさんにドキドキしちゃった？イエーイ！アイさんと君でアイデアを出し合った衣装、どう？ねえねえ、どうどう？おーい、もしもーし。え？似合いすぎてびっくり？びっくりして声も出ない？じゃあまあ、そのまま楽しんでよ。アイさんの最高にハッピーなステージ、全部君のためだから。
もう。やったね。やっぱり我慢できない。君、アイさんのくすぐりのツボ抑えすぎ。